皆さん、おはようございます、こんばんは、こんにちは、キジハスカです。歩いてます。今ちょっと仕事が一本終わりまして、今からヘアメンテに行くのでカメラを回しております。今日、今お昼過ぎ14時くらいなんですが、今日めちゃくちゃ暖かいんですよね。なんかね、アウター着てるんですけど、もういらないくらい暖かい、マジで。もうね、歩いてるだけで気持ちいいんで、普段はあんまり外で無駄に歩かないんですけど、ちょっと遠回りとかして散歩をしながら美容院に向かっています。で、今さ、ちょっと久しぶりに外でこうやってさ、しかも思い立ってカメラ回してるからすっごい恥ずかしいですって。今ね、髪がめっちゃ明るいんですよね。わかるかな、眩しい。買ったのでコンビニでカフェラテを買いました。今年初アイスカフェラテ。そうね、人気ないところに来ています。わかりますか、めっちゃ髪明るい。しかも結構ね、伸びてて、根元が明るいから余計に目立つよね、根元が。いや、今日はちょっと思いっきり髪の毛暗くしようかなと思ってて、はい、慣れなすぎてさ、ちょっとあれなんですけど、はい、思っております。はい、というわけで向かいます。というわけで、おさないさんです。もう急にすいません。2年、もう2年くらいずっとおさなってます。はい、よろしくお願いします。今日ちょっとなんか結構今明るくなっちゃったんで、結構暗めにしたいなと思ってて、はい、どう思いますか、暗めに。いつもの感じ、暗くって感じ。いつも結構なんか暗くして結構だんだん明るくなるじゃないですか。あ、そうですね。結構なんかもう今回黒強めでもいいかなって思ってて、じゃあ結構ファッシュ濃く入れちゃっていい。あ、そうですね、はい、ちょっと反動で、あ、反動で明るくしてた反動で。そうなんです、そうなんです。わ、はい、かりました、お願いします。赤み消しちゃっていいですかね。はい、赤み消す感じでお願いします。じゃあちょっと待って、はい。今カラー剤塗ってもらってるとき、ずっとエイペックス一切髪の話全然しない。山本、まあ、でも普段からずっとエイペックス話してませんよ、我々。話しかしない。そう最近のエイペックスの事情について、はい、そう、今シーズンは何の武器が強いかな。このキャラ使ってるのでランクどうとか忘れてました。 Vlog 回す。めっちゃいい色ですね。いい色ですね。4月の15日に決めたんですけど、あ、もう決めたんですね。そうなんですよ、4月の15日工事が遅れたけど、あー、もうついにですね。はい、結構久々じゃないですか。結構久々です。半年ぶりぐらいですか。そんなことない。あ、4ヶ月ぶりぐらいかなと思います。いつもあんましないですよ、うん、そうそう、あんま長さ変えないです。前髪だけいつも。髪の色が、カラーがめっちゃ黒いですね。はい、久々じゃないですか、暗め。暗め久々かもですね。一回暗めにして、落ちてきたぐらいがちょうどいいかなっていう。仕事とかのあれですね、ちょっと明るめでした。あ、そう、最近はそう、仕事の関係で明るくしてたんですけど、やっぱ落ち着きました、ね。暗いのは好きです、ね。落ち着くよ。今日なんかグレー使いました。なんかちょっと黒く見えるんですよ、黒じゃなくて。そうなんだ。はい、シルバーよりちょっと濃いやつ。はいはい、プラチナみたいな。それで暗くしてるんですか、はい、すごい。
感じ。すごい、暗めだけど超透明感。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、そう言ってきました。はい。めっちゃ綺麗じゃないですか？なんか、暗めなんだけど、日に当たったりすると、ちょっと透明感もあって、すごくお気に入りです。佐野江さんは本当にもう2、3年ぐらいお世話になってるんですけど、私あんまりこういう色にしたいとかあんまりこう細かくはお伝えしなくて、なんかちょっと暗めにしたいなとか明るめにしたいなって伝えたら本当になんかこう予想以上のなんか満足いく仕上がりいつもしてくださって、本当にお仕事もねおかげさまで頑張れております。はい、というわけで今からまた次のお仕事があるので、移動して今日も頑張ってきます。はい、それでは皆さん見てくださってありがとうございます。バイバイ。